真中幸福ある真中です。終わりです。高田正宏です。よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。イカサママージャン選手権に出てたあの麻雀、元マージャンプロです。はい、今説明してました。あの時はプロ、あの時はね、プロです。今回はドロケーマージャンってはい、ドロ系多分みんな知ってるゲームだと思うんですけど、それをちょっと麻雀に組み込んでやってみようということでね。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで実況もなか解説終わりでやっていきたいと思います。はい、点数は5万点持ちということで、はい、警察5万、泥棒10万で合計、はい、そしてなんといってもこの麻雀は逮捕されます。逮捕はされます。はい泥棒は、ローンされたら逮捕ということになり、はい、その場合つもぎりになります。はい、つもぎりしかできなくなります。はい、そしてその逮捕状態を助けるにはもう片方の泥棒が、上がるしかない、はい、ということです。で、両方とも泥棒が捕まってしまったら、1万点を払って釈放されないといけない、はい、そうです。そういう感じです。はい、はい、まあ、ルールはね、ちょっとあの今の画面で停止してもらって読んでもらえればと思います。はい、というわけで、正宏選手が警察となりました。はい、他2人は泥棒となります。はい、大荒れもなかは泥棒だから点数が5万対10万ということですね、最初の時点では。はい、まあ一見かなり泥棒が有利に見えるんですが、そう、これが警察はね、逮捕ができるんで、はい、両方捕まえると1万点ゲットできるので追加 でしかも泥棒1人逮捕するともうその泥棒はつもぎりしかできなくなるんで、はい、そう、意外とねこのゲームバランスがいいと思うのでね。でただこれ警察側はこれ国士無双やろうとしてます ね。今画面右下に映ってるのは、正宏選手の警察の手配です。はい、さあもうパーピンのあんこもノータイムで落としてるんで、これはもう国士一択ということですね。そうですね。何シャンテンですかこれは。3シャンテンですかね。3枚。そう、ただこのゲームはやっぱり普通の麻雀と違ってあの捕まえればいいみたいなところあるんで、そう考えるとあんまり良くはないですね。どっちかというとね、やっぱり早い手を作るのが定石になりそうな気がしますけど。そうですね。まあ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 。やっぱりまだあの訓練生ですね、おそらく。警察訓練生。警察訓練生。あ、ただこれで。あ、もう入りました。ヤンシャンテンですね。どう。これ泥棒から泥棒への補充とかは。まあだからもう無意味ですね。無意味。もう点数の移動がないので。まあ、相撲上がりだと。まあ、半分ぐらい警察から、ね、警察側から点数取れるっていう、だからその辺のバランスも考えると意外とこのままで問題ないっていう、うんうん、あれペン入りましたね。なんと9ピン、何9ピン待ち。いや、これ3万2000決まったら多分相当きついですね。しかも逮捕も入っちゃうんで、で、そうですね、ローンだとその人を逮捕できて、妻の場合はどちらか1人を選択して捕まえることができます。はい、同時に2人逮捕はできないってことですね。はい、さて、青原選手からリーチ、急そぎリーチですね。そうなるとできればモナカ選手は振り込まない方が、そうですね、まあ、または振り点になってしまうかもしれないですね、もし、まあ、振り点でも、まあ、積もりに行った方がいいのかもしれない。ただそれやってる間に、うん、警察に捕まったらえらいことっていう、ね、あそこは判断できるんですね。そのそす流局するさせるために、まあ、実質流局させるために差し込んだりとか。あ、そうそうそう、それも一応ありっちゃありですね。ただどうなんだろうな。まあでも本当に意味がなくなります。はい、まあ多分泥棒側は一応流局連続でも、まあ、まあまあまあ勝ちじゃなかった。最初から点数プラスですからね、言ったら。さあ、チーソー、無筋のチーソー聞いてみました。これはどうでしょう。当たってる可能性もなくはないですね。急走ギリリーチなんでね。あ、積もりました。あ、積もサブロッソーですね。ピンズもドラドラ、ピンズもドラドラ。あ、なるほど、これは直撃を狙ってダマだったんですかね、このピンク。そうですね。あ、チーソー上がってましたね。チーソー見逃してました。しかも、ペンチーソーを見逃してました、ね。いや、でもこれ結果としては今マンガンツモだったんで、警察側から6000点回収できて美味しかったっていうことになりましたね。あ、親のマンガンツモですね、はい、6000ホールの。あれ、ワンチャン OR 選手の3ゾーン見逃してた可能性全然ありますね。そうですね、3ゾーン出てましたね、ちょっと前に。はい、いやー、多分こういう展開になりがちなんですよね。だからリーチがいつの間にか振り手になっちゃって、でその間に警察に追っかけられると怖いよみたいな、その辺の判断が結構面白いみたいなとこあるかもしれないですね。そうですね。さあ、警察、今回は普通の手配、そうですね、結構いい方なんですね。良さげですね、ピニフもあるし。
さあ一応いつも見るって感じですかね。おわ、これでもう完全なイージャンテンになりましたね。ピンフもあるし、これは一人捕まるか、一人捕まっちゃう。いや警察側はね、そうですね、早くとりあえず捕まえてみたいな、うん、捕まった場合どのぐらい有利な展開になるのか。そうですね、だから結局つもぎりなんですよね。で泥棒側上がってもツモか警察への論じゃないとダメなんですよ。ああ、そのツモ切りしてる泥棒に対して上がっても、泥棒に対しての論はもう一切何も変動しないので、あー、どそれで、はい、脱獄は無理ってことですね。そうだから、そのね、条件とかいろいろ踏まえると最初から泥棒有利でも全然バランスいいっていう感じになりますね。だから泥棒側はね、もうとにかく転廃しました。あ、そうですね、リーチは入りましたね、リーチ入りましたね、GP 点数取りに行きましたね。これダマで殺しに行くのも全然良さげですけど、そうですね、一旦ダマとかもあるかなと思ったんですけど、まあまあまあ、いかんせん点数差が一応現状6万2000って離れてるので。急走切りリーチ、急走切り、これはモナカ選手としたら、そう、振り込みに行ってもいいぐらいじゃないですか。そう、大原選手に刺さる分にはマシみたいな。そうですね、うん、これはまあ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 、さあ GP、 あっ、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 あ、まあそれ以上にね、今これモナカ選手が逮捕されて、で逮捕された選手はこのつもぎり状態ですね。もう完全に肺伏せて、もう延々とつもぎりをするっていう。なるほど。さあ、さっきまで2対1だったんですが、1対1に、はい、1対1ですね。しかも、はい、これね、泥棒側ロンしても点数の移動ないので、ちょっと頑張らなきゃいけないんですよね。積もるか警察からロンするか。現状維持しちゃうと多分警察側が有利な気するんですよね。大原選手親なので、親番継続してもあんまりみたいな。うーん、これは相当難しいですね。そう、いい時って、うんうんうん、つもぎりですからね、これなかなか。ああ、かなりいい形になってますね。素晴らしい。しかもトーンこれ薬杯なんで、なんとでもなりますね。あ、リアルパフ、わあ、強い、残念か、やばい、これは振り返る可能性ありますよ、これは。いや、これね、警察側からはめっちゃ強いんですよ。これモナカ選手から出たらローンすればいいだけだし、はい、で万が一オマル選手から出ても積もっても逮捕できちゃうので。ああ、そうですね、これはね、逃げれないんですよ。はい、行きましたね、やっぱりスーティー。これ積もった時点でもう2人逮捕による、逮捕確定なので、オマル選手はもう、まあ、積もられて負けだったらもうこれ行ったるかみたいな、多分そういう精神状態ですね今。釈放に、ね、1万点かかるんで、はい、相当厳しいですね。さあ、つもぎりがそろそろ当たるんじゃ、まあ、そうなんですよね。これそれがあるからね、結局押さなきゃいけないみたいな、結構殴り合い気味になっちゃうんですよね、どうしても。つもぎりなんですけど、なんか流し漫画みたいな。これすごいですよね。これ全つもぎりで流し合ってるんで、相当逮捕されてる状態で流し漫画の推理としたらどうなるんですか。いや、ちょっとそれ考えてなかったですね。さて、さて、あ、継続してますよ。あ、ペーポン入りました。味方が流しを消すという。薬杯でってことですかね。これ逮捕された時点でもう、はい、手配伏せた状態で始まるんで、はい、あ、あ、逮捕入りました。2人逮捕されて、リーズもドラさん5300万元プラス釈放がついて、シャ勘弁してくれ。というわけで、これで一気に詰まりましたね。今の相当きついですね。8000点プラス釈放の1万点ついて、点差がもう1万4000点まで縮まりました。今の8000点の上がりが実質1万8000ですね。はい、めちゃめちゃ大きいですね。しかもトン3局親が正弘選手からですね。しかも敗敗がまあ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 、ぼちぼちですね。さあ、逃げ切れるか泥棒。はい、とりあえずこれで2人とも復活したので、ここで上がっとかないと相当厳しいですね。そうですね、こう親番で連チャンがあるんで、ね、あるんで、はい、ここ捕まっちゃうともう本当にただ捕まりになっちゃうんですよ。
順目も回せないっていう。ここは勝負どころですね。はい、これ泥棒が意地でもここ上がっとかないと。しかも親かぶりもさせれるっていうね、積もった時に。あー、役割がここになりました。リャンルピン6球層の完璧な印象で。結構さっきからいい感じだったんですか。チーピン感、チーピンは邪魔にはなってないし。そうですね、もう先に切っちゃいましたからね、ローピン。うまいですね。いや、これこれまだ逮捕あるんじゃないですか。あー、まあ、マリアンドギリですね。これもダマでロンでいいですからね。点数もでもだいぶ近づいてますからね。もう一回捕まえたら多分それでも点数抜いちゃいそうなぐらい。キューピーもまあまあ安全ですね、これ。さあ、先制リーチ、モナク選手から入りました。これはいいですね、ドローボーは相当ありがたい。オックスを。さあ、シャー切って。いや、缶も入ってますからね、これ積もるだけでも結構大きいですよ、親かぶりさせれれば。マンガンでも5000。警察側もこれいいシャンテンですからね、テンパったらいきますね。しかもキューピンアンパイなんですよね。そうですね。さて、あ、でもなかなか張らない。いいですね。あ、ドラいいですね。ドラじゃないですね、リャンゾーは一応キキン入らないので止めた感じですね、多分。さて、ローピン、あ、赤で張り、逆ハイドラドラですね。これ曲げどうなんですかね。曲げるか、行きますね。さすがに。さあ、6球層。さあ、リャンズを通りました。最悪。あっ、リーチ即逮捕。早かった。あ、シンプルに打点が高い。裏1もって、そうですね。羽間1万。めちゃめちゃ反省してますよ、これ。いや、1万。